はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、人生は心の投影というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、人生は心の投影ということは、心が原因で人生は結果ということですよね。でもし自分の心を知りたいということであれば、結果である人生から、まあ、自分の心っていうのは今こういう状態なんだというのを、まあ、理解することができるということです。で、まあ、そもそも心って何なのかっていうことなんですけど、まあ、心理学的な表現を使うならば、心というのは情報処理の器官なんですね。まあ、つまり脳の抽象化された概念ということです。ね、脳というのは物理的にありますよね。その頭頭蓋骨の中に脳というのは物理的に存在していますけれども、まあ、その脳の、ね、物理的な脳の、まあ、抽象化された概念というのが心ということになりますから、まあ、心というのは情報処理器官というのが、まあ、心理学的な、言い方になります。で、心はじゃあ、ね、どういう情報処理をしているのかっていうと、まあ、価値観の優先順位をつけているということですよね。自分にとって一番大事なのはこれで、2番目はこれで、3番目はこれでという、まあ、価値観の優先順位付けをしている情報処理器官っていうのが、まあ、心というものになります。で、ものすごくね、細かい厳密的なことを言うと、まあ、74億人の人が全て、ね、価値観の優先順位っていうね、その順位付けっていうのは違うんですね。全く同じ組み合わせ、1位、2位、3位、4位、5位、6位っていう、全く同じ組み合わせを持っている人っていうのは、ただの一人もいないわけです。ね、それは生まれ持った遺伝子も違うし、ね、生まれ育った環境や人間関係が違うわけですよね。まあ、その先天的な遺伝子的なこともあれば、まあ、後天的な環境とか人間関係みたいなものもありますから、ね、自分と全く同じ遺伝子で全く同じ環境人間関係で、ね、生まれ育ったっていう人はただの一人もいないわけなので、ね、全ての人の価値観の優先順位っていうのは、まあ、細かいことを言えば、まあ、厳密的なことを言えば全ての人が全員違うということが言えます。まあ、ただそれだと、ね、理解することができないので、まあ、74億人いたら74億通りですって言ったら、まあ、結局何も学んでないのと同じなので、まあ、すごくこうね、単純化して、まあ、理解しやすくするならば、まあ、人というのは大きく分けると7つの、ね、価値観っていうのを持っているということですね。で、7つの価値観っていうのは、まあ、健康、知性、仕事、お金、家族、社会、精神という、まあ、この7つの価値観っていうのを、まあ、持っていると、まあ、非常に大きなことを言うならば、この7つの価値観の優先順位をこうつけているということですよね。まあ、ちょっと補足すると、まあ、健康っていうのは、ね、非常にこうエネルギーがある、活力がある、ということですね。なので、まあ、男性だったら非常にこう筋力がある。女性だったら非常に美しいと、まあ、そういう状態を全部ひっくるめて、まあ、健康というふうに言っています。だからもし健康が優先順位1位になっている人だったら、もうね、スポーツジムとかエステとか、まあ、そういったところが大好きな場所で、ね、もう例えばスポーツジムに週5、週6通ってますとかね、もうとにかく休みの日はね、しょっちゅうこうね、エステとかサロンとかに行ってますとか、まあ、そういう人は、まあね、価値観の優先順位1位が健康ということですよね。まあ、自分がもっとエネルギッシュになる、活力あふれる自分になる、もっとかっこいい自分になる、もっと美しい自分になる、そこに大きなやる気というのを感じている人っていうのは、価値観の優先順位1位が健康ということになります。で、知性っていうのはまあ文字通りですけど、これはまあね、知的欲求、好奇心ですよね。だからその知識、もっと知りたい、もっと知りたい、もっと学びたいとね、知ることを通じて知識を増やすことで、まあ、自分を向上させたいと、まあ、そういう、こう知的欲求の強い人、まあ、好奇心の大きい人ですね。で、この人はまあ、ね、7つの価値観の中で、まあ、知性というのが価値観の優先順位1位に来ているということですよね。まあ、仕事はもうね、説明必要ないと思います。ね、お金も同じですね。ね、お金が価値観の優先順位1位の人はもう 100% お金持ちになっているということです。
はい。で、家族っていうのは、まあ、夫婦関係とか親子関係とか、もしくはもう親戚関係とか、まあ、そういったものが非常にね、大事だと思っていて、まあ、家族でね、例えば一緒にご飯食べたりとか、なんか家族の行事を、に対して、まあ、非常に大きな、まあ、喜びとか、ね、いうのを感じると。まあ、一番幸せを感じるのは、家族と一緒にご飯食べてる時ですとか、親戚のみんなが集まって、ね、楽しく、過ごした時間ですとかっていうのが、一番の、まあ、喜びとか幸せになっているということであれば、ね、家族というのが一番に来ているということですよね。まあ、社会というのはその家族よりもう少し外の人間関係ということになりますよね。なので、まあ、例えば会社の、ね、人間関係、会社の仕事じゃなくて会社の人間関係ですね。だからその上司との関係、部下との関係、同僚との関係ですね。もしくはその会社のさらに広い、ね、取引先との関係とか、株主との関係とか、お客様との関係とか、でさらにもっと広い、ね、もう本当にこう自分が会ったこともない、ね、見ず知らずの、ね、こと、その、っていう人たち、地域の人たちとか国の人たちとか、まあ、世界の人たちとかね、まあ、そういう、 こう家族以外の、ね、こう公の人間関係のことを、まあ、社会というふうに言ってるわけですね。まあ、この社会っていうのは価値観の優先順位1位に来てる人っていうのは、まあ、なんか地域貢献活動とか、ね、なんか異業種交流会とか、ね、まあ、そういったのが大好きということですよね。もしくは政治活動とかに一生懸命なってる人っていうのも、この社会っていうのが価値観の優先順位1位に来てるということです。で最後の精神っていうのは、これはもうね、自分の精神性を追求することに、すごくこうね、大きな興味関心を持ってるということで、ね、もうこういう人は、まあね、スピリチュアルとか宗教とか哲学とか、もしくは瞑想とか、まあ、そういったものが大好きということですよね。だから暇さえあれば、なんかね、その哲学書を読んでますとか、宗教書を読んでますとか、ね、なんかね、ヨガとか、ね、ピラティスとか、瞑想とか、まあ、そういったものが大好きということですよね。まあ、その時に一番ね、喜びを感じる、幸せを感じるという人は、まあ、精神というのが価値観の優先順位1位に来ているということですね。で、これはですね、まあ、どれが1位だったらいいということはもう全くないんですよね。道徳的な善悪ではありません。まあ、見ていただければ分かるように、7つ全てがやっぱり大事だし、7つ全部がね、ある程度の高い状態になって初めてね、本当に豊かな人生、ね、本当に最高の人生って言ったら、7つの分野が全てね、調和的にね、ある程度こう高い、全ての面が、ね、高い状態にあるっていうのが、ね、まあ、最高の人生だし、本当に豊かな人生なので、まあ、どの、ね、項目が1位になってるかっていうのに対して、いや、その項目が1位なのは悪いとか、その項目が1位なのがいいとかっていうことではないということですよね。ただ人はやっぱり1日24時間でやってますから、そうなるとやっぱりどうしても優先順位をつけざるを得ないわけですよ、ね、例えば価値観1位の仕事の人と価値観1位の家族の人っていうのは、ね、もう全然ね、時間の選択が変わりますよね。ね、夜7時に、ね、例えばね、会社の上司から残業を頼まれたと言った時に、価値観1位の仕事、価値観1位が仕事っていう人は受けますよね。仕事が大事だと思ってるわけですから、残業というのを選んで、ね、家族に電話して、ごめんと、今日は残業が入ったから、ね、帰るのが遅くなるので先にご飯食べててくださいというふうな話になります。で、逆に価値観1位の家族っていう人は、ね、残業断りますよね。すいませんと、今日夜7時は、ね、家族と、ね、一緒にご飯食べるっていう約束をもうすでに先にしていたので、今日は残業受けられませんと、申し訳ございませんということで失礼しますと言って帰りますよ ね。だからもうどうしてもね、やっぱり1日24時間で、ね、自分の体が一つ、物理的な体が一つってことになると、まあ、現実的にやっぱり優先順位をつけて生きていかざるを得ないわけなんですよ。だからやっぱりこう心っていうのは、その時にやっぱこう価値観の優先順位っていうのをこうつけてるんですね。で、1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位みたいな感じで、まあ、つけてるわけです。で、価値観の上位のものから、ね、選択していっているわけですよね。で、その人の人生っていうのは、はっきり言ったら価値観1位の投影なわけです。で、価値観1位のものが、ね、結局自分の人生に投影されてるんですね。だから価値観1位のものっていうのはやっぱり優先的に選ばれますから、だから価値観1位のものが、まあ、例えば結局自分の人生にで、ね、一番多くの時間を使われてるんですよ。まあ、いざって言った時に、ね、残業を選ぶ人はやっぱ仕事っていう時間が長くなってるはずだし、いざっていう時に家族って言ってる人はやっぱ家族と過ごす時間が長くなってるはずなんですよね。だからそういう意味でやっぱりね、自分の価値観の優先順位っていうのの1位っていうのはやっぱりたくさんの時間が使われているわけです、ね、で人生っていうのは時間ですから、まあ、たくさんの時間が使われてるってことは自分の人生っていうのは価値観1位の、ね、投影ということですよね。
まあ、なのでもし自分の、ね価値観、ね、自分の心を知りたい、自分の価値観を知りたいということであれば、ね、まあ、書き出してみればいいと思うんですよね。まあ、3つ、質問を、ね、あげますので、まあ、その3つの質問に対する自分なりの答えっていうのを書いてみればいいということです。まあ、1番目の質問は、ね、自分は、ね、どの分野で、ね、いい結果が出ているか、自分はどの分野でいい結果が出ているかということですよね。いや自分はすごく健康的ですと、ね言う人もいれば、いや自分はすごく知識を増やすことができてますとかね、自分は仕事で何か結果を出しました、表彰されましたとか、昇給しました、昇進しましたとかね、もしくは自分はもう単純に、ね、お金持ちになることができましたとか、ね、いや自分はすごく妻との関係が、ね、旦那との関係が、もしくは子供との関係が非常に良好ですとかね、もしくは自分はなんか、ね、地域から感謝されてなんか感謝状をもらいましたとか、何らかの、ね、その家族以外の、ね、人間関係において非常に、まあ、例えば友達が多いとか、なんかね、そのいう、まあ、例えばそのパーティーとかによく誘われてみんなで楽しくね、すごい時間を過ごすことが多いとか、まあ、そういったことですよね。まあ、精神だったら、まあ、自分はその精神性で、まあ、例えばね穏やかな心とか、ね、落ち着きとか冷静沈着な、まあね、状態を保つことができるとか、まあ、とにかくその、ね、自分はこの7つの分野の中で、ね、良い結果を出すことができている、今までの人生でいい結果を出すことができているのはどの分野かというのを、まあ、書いてみるということですよね。まあ、それが3つの質問のうちの1番目、ね、自分はどの分野の、ね、でいい結果を出すことができているかですね。で2番目は自分はどの分野に、ね、時間を多く使っているか、ね、それは使いたいかっていう、ね、目標じゃなくて現実使っているかっていうことですよね。要するにこう過去の話です、ね、今までどの分野に多くの時間を、ね、使っているかということですよね。で最後の3番目は自分はどの分野に一番お金をよく使っているかということですよね。結果と時間とお金っていうのをまあ見てみれば、ね、自分は、ね、結局この分野に、この分野でまあいい結果を出すことができている。この分野に、ね、今までたくさんの時間を使っている。この分野に自分は、ね、たくさんのお金を使っているということが分かると、自分の価値観の1位っていうのはこれなんだということが分かりますよね。逆の言い方をするならば、もし7位を知りたいというのであれば、さっきの質問を裏返せばいいということですよね。自分はどの分野で、ね、はっきり言って望ましくない結果を出しているかと、要するに良くない結果を出しているかと、ね、自分はどの分野に時間を全然使うことができてないかと、ね、自分はどの分野にはお金を全く使ってないかというのを考えると、自分の、ね、7番というのはこれなんだなとかっていうのがまあ分かってくるということですよね。ね、繰り返しになるんですけど、どれが1位でどれが7位だったらいいということじゃないんですよね。これ7つ全てが良かった時に初めてその人は最高の人生って言えるわけで、ね、豊かな人生って言えるわけなので、ね、だからどれが1位でどれが、1位だったらいいとか悪いとかっていう話じゃないということです。まずは自分の心っていうのを、その、ね、人生の結果になっている心っていうのをしっかりと理解するってことが大事ですよね。まあ、例えるならば、もしね髪型を整えたいっていうんだったら、一番最初にやることは鏡を見ることなんですよ。ね、鏡を見て自分の髪型、今こういう状態になってるというのが分かってから初めて髪型を整えますよね。で同じように、まあ、人生を良くしたいというのであれば、まずはその原因になっている心を理解すると、ね、それいい悪いじゃなくて、現実どういう心の状態なのかっていう、その、ね、鏡を見るっていうことから始めるっていうことですよね。でそれで、まあ、さっきの3つの質問とかに、ね、を書き出してみると、まあ、自分は1位がこれなんだなとか、7位がこれなんだなとかね、もしねあえて順番を1,2,3,4,5,6,7ってつけるならば、おそらくこういう順番で自分の心の状態っていうのはなってるんだなとかっていうのを、まあ、理解するということが大事なんですね。でそうするとやっぱりね、まあ、分かりやすく1位と7位の話だけすると、価値観1位に来てるものっていうのはまずね客観的に捉えることができています、ね、要するにこうね他人の目っていうか、こう冷静沈着にこう論理的に物事を見ることができてるんですね。価値観1位についてはね、その価値観1位が、ね、健康っていうんだったら、健康に関してはなんかすごくこう冷静に論理的に、ね、物事を把握することができています、ね、例えば自分は身長が何センチで、体重が何キロ で、ね、血圧が、ね、上がいくつで下がいくつで、ね、例えば体脂肪率がいくつでとかっていうのをやたらと、ね、こうしっかりと客観的に冷静に論理的に見ることができている。それはもう健康という分野がもし1位っていうんだったら、その1位の分野に関しては非常に客観的に冷静に論理的に分析することができるんですね、人っていうのは。
逆に7位のものっていうのはそれができないんです、ね、7位のものっていうのは結局ね、もう感情的、もう直情的ですよね、に判断すると、まあ、主観的に、ね、直情的に感情的に判断するということですよね、まあ、全然そのね、客観的に冷静に論理的に把握することができてないという分野になっています。ね、あとはその価値観1位のものっていうのは、まあ、やる気を感じるんですね。それをやろうと、ね、いうふうに、まあ、自然とやる気っていうのが湧き上がってきますけど、まあ、7位のものっていうのは全然やる気が湧き上がってこないと、もう誰かからね無理やりこう強制されないと、それをやるということをしないということですよね。なので基本的にはね、価値観1位のものっていうのは、まあ、好きなことで得意なことでやる気が出る。だから当然価値観1位のものっていうのは結果も出るんですね。で逆に価値観7位のものっていうのは嫌なもので嫌いなもので苦手なものでやる気は全然湧き上がってこないと、ね、だから自分の時間もお金も、ね、7位の分野には全く使わない。だからその分野が、まあ、結果として良くないということが起きるわけですね。でそうした時に、まあね、繰り返しなんですけど、やっぱり7つ全部、ね、ある程度のところにならないと、ね、やっぱ本当にの意味では最高の人生ってならないんですよね。お金たくさん持ってるけど健康ボロボロですとかって言ったら全然、ね、豊かな人生とは言えないわけですよ。逆もそうですよね。めちゃくちゃ健康なんだけどもうお金はもう全く持ってませんとかってなったら、やっぱり豊かな人生とは全然言えないですよね。だからやっぱり7つ全部大事なんですよね。ということは、ね、私たちはね、結局1位のものは自分の強みだから、好きなことで得意なことだから、それをどん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 伸ばしていくっていうことも大事ですけど、やっぱ7位のものが、ね、完全にこうね欠けていて欠落していて不足しているという状態のまま放置するっていうこともまた良くないんですね。それだとやっぱりね豊かな人生にならないんですよ。本当の意味での豊かな人生っていうふうにならないわけですよね。7位のものっていうのは嫌いだし嫌だし苦手だしやる気が出てこないんだけど、でしかし、ね、その分野を、ね、良くしていくっていうこともまた大事になってくるわけですね、まあ、少なくても0点のものを60点とかぐらいにはしていく必要があるわけですよね。やっぱり価値観1位のものっていうのは60点80点80点を100点っていうような、まあ、そういう世界ですけど、価値観7位のものっていうのは、まあ、0点のままではさすがに豊かな人生とは言えないので、まあ、だからその0点のものを60点ぐらいに上げていくっていうことが大事になってくるということですよね。じゃあそのね、嫌いで苦手で嫌な、ね、価値観7位のものを、ね、一体どうすればいいのかって言ったら、まあ、方法は3つあるんですね。方法は3つあります、ね、1つはもうね、師匠をつける、メンターをつけるっていうことが一つです、ね、要するに価値観7位のものっていうのは嫌いで嫌で苦手なものなんですよね。だからもうね、他人から強制してやれって言われてやるっていう、まあ、そういう環境を作るということです。自分は嫌いですと、苦手ですと、嫌ですと、だから自分の、ね、本能のままだったらやらないんですよ基本的には。だからね、もうそれをね無理やり強制的にやらしてくれる、ね、そういう、こう指導者メンターというのをつけて、もうこの人が言うことだからやるしかないなっていうね、まあ、ある意味こう強制力みたいなのを働かして、それでもう7番目のものを無理やりやっていくということですよね、まあ、これが方法の1つ目ということになります、ね、で2つ目はですね、1位のものに対して、ね、7位のものを関連づけることができないかっていうのを考えるということですよね。価値観1位のものに7位のものを関連付けるってことができないかってことを考えるということです、ね、例えばですよ、1位は自分の1位は知性ですと、で2位は健康ですと、ね、あごめんなさい、1位は知性で7位が健康ですと、ね、1位は知性で7位は健康ですと、だから自分で本を読むってことに関してはもうね、いくらでも好きでね、好きでどん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 本を読んでいくんだけど、はっきり言って運動っていうのはね、下手すると1週間に1回も運動しませんみたいな、ね、だから1位が知性で7位が健康っていう、もしそういう人がいたならば、まあ、健康っていうのに関しては優先順位が低いわけですよね。で健康に関しては時間とかお金を使わないわけですよ。でその時に、ね、その人は1位が知性ってことは自分の知的好奇心みたいなのはすごく持ってるわけですよね。でそこで7位の健康を1位の知性に結びつけることできないかなっていうことを考えてみるということです。でそうすると結局ね、健康になればなるほど自分の知性が高まるっていう関連に気づくことができると、健康にも時間とかお金を使えるようになるんですね。
もう一回言うと、自分が一番興味関心がある知性を高めることに健康っていうのはものすごく役に立つんだっていうことを腑に落とすことができると、健康にも時間とかお金を使うことができるようになるんです、ね、健康になればなるほど自分の知性が高まるということに気づけばいいということですよね。例えば筋肉がつくと、ね、筋肉がつくとこれ忍耐力がつくんですね。体の筋肉がつくと忍耐力がつくんですよ。だからね、結局勉強する、って言った時に、ね、その一つの分野を、ね、3年5年10年と勉強していくって言った時に、やっぱりある程度ね、途中でこう忍耐力みたいな一つの分野をこうコツ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 、やり続けていくっていうのは忍耐力が必要になってきたりしますけど、自分の知性を、ね、高めるのに忍耐力っていうのはプラスですと。じゃあその忍耐力ってどうやってつくんですかって言ったら筋肉なんですよね、実はね。だからその筋肉を高めることで忍耐力を高め、そして自分の知性を高めていくってことでこう関連をつけていくわけです、ね。まあ、例えばね、酸素吸収能力ですよね、まあ、例えばその有酸素運動、ねっていうのをやると、まあ、自分の酸素吸収能力っていうのが上がるんですよね、まあ、そうすると、ね、結局酸素吸収能力が上がると、まあ、結局自分は抽象度の高い思考ですよね、すごくこう現実的な、ね、自分とか、ね、奥さんとか旦那さんとかお子さんとかみたいな、その目の前にいる、ね、その現実的なことだけじゃなくて、もっと抽象度の高い思考ですよね。例えば、ね、会社全体の経営とか、ね、地方自治体の運営とか、国の政治経済とかね、全世界の時代の流れとかね、そういうふうなこう抽象度の高い思考というのは、実は酸素吸収能力が高ければ高いほど、まあ、自分の頭思考というのは、ね、抽象度の高い方向に行くんですね。自分がいつも現実的なことばっかり考えてるっていう時っていうのは、酸素吸収能力が低い、要するに体の中に酸素が、ね、あんまりない状態っていうかね、酸素がそんなにこうね、自分に新鮮な酸素っていうのが吸収されていってない状態の時っていうのは、どうしてもね、人間の頭とか考え方思考っていうのが現実現実現実に行くんですけど、運動して、ね、酸素吸収能力が高まると、自然と抽象度の高い方向に自分の頭とか考え方思考っていうのは行くんですね。だから、運動して酸素吸収能力を高めれば高めるほど抽象度の高い思考ができるようになるっていうことで関連をつけていくわけです、ね。もしくは自律神経ですよね。自律神経を整える、自分の、まあね、体の中心線にあるその自律神経というものを整えていくと、まあ、結局ね、人間の中のその緊張と緩和ですよね、ストレスとリラックスというもののバランスが取れるんですね。だからその、まあ、例えばね、今スポーツジムでヨガとかっていうのもすごく人気だったりしますけど、ヨガっていうのは一応ね、いろいろな効果効能っていうのがあるわけですけど、その中の一つに自律神経が整うっていうね、効果効能があるんですよね。だからその自分の体の中心線にある自律神経っていうのが整っていくわけですよ。で、自律神経が整うと自分の体に来てるね、その緊張と緩和のバランスが取れるんですよね。ストレスとリラックスがね、いい感じになるんですよ、ね。ストレスとリラックスって両方必要なので、ね、ストレスとリラックスって両方必要なんですよね。で、ストレスがないと人は絶対堕落しますから、ね、緊張がないと絶対人は頑張んないんですよ、ね、だからストレスも必要なんです、ね、だけどリラックスがないと今度は燃え尽きちゃうんですよ ね今度は燃え尽きてしまうわけですよ、ね、挫折しちゃうわけですよね。だからリラックスとストレスって両方必要なんですけど、それほとんどの人っていうのはリラックスが多すぎるかストレスが多すぎるっていう風になって、それの調整っていうのが、まあ、なかなか効かないんですけど、ヨガみたいなね、そういったのに、で体を動かすと、ね、自律神経が整ってくるので、あ、自分はストレス優位だなとか、自分はね、リラックス優位だなとかっていうのがだんだんこう自覚することができるようになってくるんですね。で、そうすると、まあ、結局自分の知性っていうのを高める時の集中力っていうのがね、抜群に高まっていくんですよ。集中力がない時っていうのはどっちかに偏ってるんです。ストレスが強すぎるかリラックスしすぎてるかで集中力がないんですよ。で、もし自律神経が整っていると、ね、結局そのね、自分はいい、今いいコンディションにいるので、ね、抜群の集中力を発揮するんですよね。だから知性も高まるんですね。っていうふうに健康と知性って実はね、ものすごい関連があるんですよね。そのことに対して
ての関連付けっていうのができてるかできてないかっていうだけの話 で、 で実は健康になればなるだけ自分が一番興味関心がある知性っていうのはやっぱり高まっていくんですよ、ね、筋肉がついたから忍耐力がついた、ね、一つの分野を、ね、極めていくのに、ね、そんなに簡単に投げ出さなくなったと、ね、とかね、その酸素吸収能力が高くなったから抽象的な抽象度の高い思考ができるようになったと、ね、世界の政治経済とか時代の流れとかにも思いを寄せることができるようになったとかね、もしくはその自律神経が整っているので一日の中で集中的に勉強することができる、知識を、ね、増やしていくことができるとかっていうふうに、まあ、関連することができるんですよね。だから健康のための運動だったらしたくないんだけど、知性を高めるために運動が役立つっていうんだったら、その人は運動に時間お金っていうのを使い始めることができるんですね、まあ、というふうに、まあね、関連付けることができないかっていうのを考えます、ね、自分の1位っていうのがこれだって分かってるんだったら、それを良くするために7位のものっていうのを関連付けられないかっていうことを考えるんですね。でこれが2番目の方法です。1番目はもう指導者をつける、もう強制的に無理やりやらないといけない環境に自分の身を置くっていうのが1番、2番目はもうね、7位のものを1位のものに関連付けて考えるということですね。で最後の3番目はね、もうあの、ね、組むということです。人と協力するってことですね。で自分は1位が例えばね、例えば自分の1位は仕事ですと、ね、だけど7位は家族ですと、ね、いう人がいたとしますよね。もう自分は仕事が大好きで仕事一筋ですみたいな、ね、もうとにかく仕事仕事仕事っていうのが1位と、ね、でもはっきり言って家族に関してはあんまり興味関心がない、ね、もうその親戚付き合いとかね、ね、お盆とかね、お正月とかね、あんまりそんなのにはね興味関心がないと、なんかね時間の無駄のようにしか感じないとかね、なんかそういうね、まあ今かなり極端に言ってますけど、ね、1位が例えば仕事で7位が家族ですという人は、まあ、家族が苦手なんですよね。家族との人間関係っていうのが苦手なんですよね。それをもうね、まあ、諦めてある意味ね、もう人と組んでしまうというのもすごく立派な選択肢の一つなんですね。要するに逆の、ね、価値観を持っている人は必ず世の中にはいるんですよ、ね、もう絶対いるんです。 100% います、ね、自分が1位が仕事で7位が家族だっていうんだったら、世の中には、ね、必ず1位が家族で7位が仕事っていう人もいるんですよ、絶対に、ね、だからその人と組んでしまうという方法があります、まあ、一番分かりやすいのは夫婦ですよね。一番分かりやすいのは夫婦です。もう夫婦っていうのはその関係でね、普通はあの結婚するんですよね。ね、本人たちが自覚があるないは別にしても、基本的にはね、価値観の正反対の人と大体はね、恋愛をして結婚するんですよ。だから、自分がね、仕事が1位で家族が7位っていうんだったら、ちゃんと家族が1位で仕事が7位っていう人とね、恋愛することができるようになってるんですね、人間の本能的には。ね、だから なんでですかっていうと、ね、人のやる気っていうのは、やる気っていう言うとちょっと分かりにくいんですけど、不足感なんですよ。やる気っていうのは一言で言うと、やる気っていうのは不足感なので、自分に大きく不足しているものに対してやる気が出てくるんですね。でそうすると、自分が家族が7位ってことは、7位あの家族に対しての能力っていうのがまあ低いわけですよね。だから家族に対しての1位っていう、家族関係を大事にする人に対して、ね、自分が持ってないものを相手が持ってるから、だから相手に惹かれるんですよ。でそれで恋をするんですね。で普通は恋愛したら結婚っていう形になった時に、まあ、結局自分は1位が仕事で家族が7位っていう人は、大抵は、まあ、もしね、その、ね、本能のまま本当にこう恋愛結婚だった場合は、ね、1位家族で7位が仕事っていう人とちゃんと結婚するようになってるんです。だからそういう形での、ね、組んで人と協力して、ね、こう共同体としてバランスを取っていくっていうのも、ものすごく、ね、立派な選択肢の一つなんですね。まあ、ちょっと雑談ですけど、ね、逆にね、こう離婚した人たちがね、そう、なんで離婚したのかって言った理由として、価値観が、ね、違うからと、価値観が合わないからとか、価値観が違うから離婚しましたとかっていうのをね、まあ、あの言ったりすることがあるんですけど、その人たちって本当に離婚した理由を、ね、本人たちも自覚してないんですね。ね、なぜ本当は、ね、自分たちが離婚したのかっていうね、その本当の理由を当事者たちも、ね、自覚してないんですよ、ね、価値観が違うから離婚するんじゃないんですね。違うんですよ。価値観が違うから結婚したんですよね。逆なんですよ、ね、価値観が違うから結婚したんですよ、ね、自分が持ってないものを相手が持ってたから、だから相手に惹かれて、ね、結婚したんですよ。だから価値観が違うから離婚したんじゃなくて、価値観が違うから、ね、結婚したんですね。じゃあ離婚の本当の理由っていうのは何ですかって言ったら、それはね、共通の夢がなくなったってことなんです。
ね、本当の理由はですよ、ね、当事者の2人が、ね、自覚があるかどうかは別としても、ね、離婚したっていうことは、ね、結局ね共通の、ね、夢がなくなったんですよ、ね、だから、ね、もうそのお互いに協力する理由がなくなっちゃったんです ね。もちろん価値観がね反対だから、ね、相手のことを理解するっていうのが、まあ、難しいんですよ、ね。自分は仕事が一番大事だと思ってるわけですよね。ね、相手は家族が一番大事だと思ってるわけですよね。だから、基本的にはもともと価値観がね、違う相手が結婚相手になってるので、相手を理解するっていうのが難しいんですけど、共通の、ね、目標があるときっていうのは、お互いに、ね、得意なことで、ね、協力できるんですね。じゃあ自分は仕事を頑張るから家族のことはよろしくお願いしますっていうことで、協力できるわけですよ。例えば子供のね、成長のためとか教育のためとか子どもの自立のためとか、なんか2人にね共通の夢とか目標がある場合は、お互いがね違う価値観で違うね得意強みを生かしてねうまくいくんですよ。ところが共通の夢目標がなくなると、単に自分とは全く正反対のね、人と同居してるだけのことになってしまうので、まあ、いちいちね何か言うたんびにするたんびにこうね相手の行動にイライラしちゃうわけですよね。それは価値観が違うから離婚したんじゃなくて、共通の夢目標がなくなっちゃったんですね。だから自分とは全然違う相手と協力する理由がなくなったので、だから別れたくなった、離婚したっていうのが本当のところです、ね、価値観が違うから離婚したんじゃなくて、価値観が違うから結婚してるんですね。で、価値観が違う相手とうまくいくっていうのは、もうねその2人がね共通の夢目標に向かって協力することができているときはうまくいくんです。で、それが共通の夢目標がなくなったらうまくいかない、だから離婚しているということですよね、まあ、ちょっと雑談ですけどね、ということです。だからまあね、もし自分はね、苦手な分野があるということであれば、まあ、思い切ってその分野を得意としている人と組んでしまうと、ね、まあ、夫婦だけではなくて会社もそうですよね。自分が何かこれが得意だっていうんだったら、それに集中したいというのであれば、自分が苦手なものを、ね、得意としている、しかも喜んでやってくれる、人と組むと、でね、それをこう、ね、社員として雇うっていう形なのか、ね、こうね、提携先として組むということなのか、もしくは外注するということなのか、まあ、いずれにしても組むというのも非常にこう立派な選択肢の一つということです。はい、ということで、まあ、まとめますけど、まあ、結局、まあ、今回のテーマっていうのは、人生は心の投影というテーマですね。だから、まあ、心の投影されたものが人生であり、逆の言い方をしたら人生の原因になっているのは心なんですと、ね、人はどんな人だったとしても、その人にとっての価値観の優先順位1位だけは絶対実現してるんですね。その価値観の優先順位1位に対して時間とかお金を使っているので、だからその価値観の優先順位1位は必ず実現しているはずなんです。で、そうした時にもしね、自分の人生をまあ変えていきたい、変化させていきたいということであれば、何はともあれまず現状を知るということです、ね、要するに髪型を整えたいんだったら、まず鏡を見ましょうという話ですよね。鏡を見て、今の髪型がこういう状態だからっていうところから、じゃあどういうふうに変えていきたいのかっていうのが始まるので、だからもし自分の人生を変えていきたい、変化させていきたいということであれば、まず鏡を見る、つまり自分の価値観の優先順位1位は何なのかっていうのを正確に知るっていうことですよね、まあ、そのための質問っていうのを今回3つご紹介させていただきました、ね、どの分野は、ね、いい結果が出てるのか、どの分野に関して今まで時間をたくさん使ってきてるのか、どの分野に、ね、今までお金をたくさん使ってきてるのか、まあ、こういったことをやっていくと、まあ、価値観の1位とか、まあ、反対の質問をすれば7位とか、もしくは 1,2,3,4,5,6 っていう7っていう順番をつけていくってこともできるので、まずは、ね、その価値観の、ね、現状を正確に知りましょうということです。でもしそれを、ね、変えていきたい、やっぱ7つは7つ全てで全分野が、ね、やっぱある程度のところにならないと、やっぱ豊かな、本当の意味で豊かな人生っていう風にならないので、ね、それを変えていきたいということであれば、今回方法も3つご紹介したということですよね、まあ、1つはもう指導者をつけて、もう、やりたくないことを強制的にやる環境に身を置くということですよね。で、2つ目は、ね、自分が、ね、大好きなことに、嫌いなことを関連付けていくということです。最後は自分が苦手なものをもう思い切って人に任せてしまう、もしくは相手と組んでしまうという方法ですよね、まあ、そういったことを、ご紹介しました、ね、理解していただけたら嬉しいのは、ね、人生は心の投影であるということですよね。だから自分の心を理想的に整えていけば、当然人生も理想的な状態になっていくというお話です。
はい、今回の動画があなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。